でもう1点、参拝者すいません、あの選挙中に、ね、出された記事がデマなんですよ、申し訳ないんですけど、えっと、私たちが、えっと、人の選挙区に行って、押しかけていって、えっと、勝手に自分たちの宣伝してるみたいなことを書かれたんですね、大嘘なんですよ、それ。私たちは比例、私自身、比例だし、比例候補者たちと自分たちの外選をやってるところに、逆に言えば小選挙区の候補者を呼んで、一緒にやるっていうことはやってきたんですけど。 勝手に人の庭に入ってきて、何か荒らして帰ってるみたいな、あの、印象操作みたいなあの記事が出てたので、そういうやり方よくないと思いますよ。ええ、はっきりと伝えておいてください、それは。ちょっとありえない。変更報道すぎる。すいませんね。あの、ご本人が書かれ、書かれたんですかああ、よかったよかった。ごめんなさいね。なんか、あの、本人が書いたんじゃないのに、そんなこと言われてもっていうことなんですけど、あの、伝えていただけると助かります。 まあ、いろんな戦略があってのことでしょうからしょうがないのかもしれませんけれども。